検査室に立っていたら後ろから強いハム音が聞こえてきました。すると鍵やスマホなどの金属製の物体が震え始め動き始めたのです。突然宙に浮きものすごいスピードで目の前を通り過ぎていきます。いやいや、全てを吸収してしまう巨大なブラックホールがあるわけではありませんよ。そこにあるのは電源がオンになったばかりの MRI 装置。これを使うといろんなものの中身を見ることができますよね。磁気共鳴診断装置、略して MRI 装置は SUV 並みのサイズですが、基本的には4つの部分によって構成されているんです。傾斜磁場コイル、電波、コンピューター、そして重要な巨大な磁石。ここでは中身を見るためのサンプルが必要なので、カメを連れてきました。大半の生物は水分から成り立っていますよね。水の分子は酸素原子1つと水素原子2つなので H2O。 ここでは水素原子の小さな粒子が小さな磁石のように機能するので、コンパスの矢印だと考えてみましょう。普通のコンパスは地球の磁場を探知し、矢印は常に北を指します。ではコンパスの横に磁石を置いてみましょう。すると磁場は地球磁場よりも強力なので、コンパスの矢を引きつけることになります。 MRI 装置には地球の6万倍の磁場を持つ大きな丸い磁石が使われているんです。そして巨大な磁石が回転すると体内の水素原子も回転するのです。でも全ての水素原子が回転するわけではありません。静止しているものは水の低エネルギー分子と呼ばれるもので、電波によって回転するんです。 MRI 装置は磁場と同じ周波数の電波を放射します。水の低エネルギー分子はこのエネルギーを吸収し、普通の分子と同じように回転し始めます。そして電波を止めると低エネルギー分子の回転が止まり、そのエネルギーが放出されるため、MRI 装置がその信号を受信するというわけ。その情報がコンピューターに送信され、計算されることによって亀の体内の画像が作成されるのです。その結果、体のさまざまな部分はカラフルに描かれた写真として見ることができます。低エネルギー分子の量が異なるため、液体が多い部分は白っぽく見えます。ですが亀の甲羅はほとんど骨でできています。水分がほとんど含まれておらず、スキャンしてもほとんど黒ばかりなので、かなり暗く見えるのです。体の部位に含まれる水分が少ないほど画面には暗く表示されます。 MRI の検査技師は磁石への電流を切り替えることで高品質の写真を撮ることができます。この時点でガリッという変わった音が聞こえることがあります。 MRI 装置の便利なところは、体中の深さに関係なく内部を撮影できるというところ。スキャナーチューブの内側で目には見えない壁が動いていると想像すればわかりやすいでしょう。体内で起こっているすべての動きを見ることができるのです。これは MRI 装置の傾斜磁場コイルによるもの。磁場の大きなビームを小さく分割することにより、頭から尾までさまざまな部分を見ることができるのです。次は MRI 装置に卵を入れてコンピューターの画面を見てみましょうか。まず最初に小さな円が見えます。これは卵のてっぺんの部分。それから約 2.5 センチ前へ進むと円が少し大きくなります。さらに前へ進むと円が大きくなり、別の色の円が表示され始めます。これは卵黄。水の低エネルギー分子の量に差があるため、画像に新しい色で表示されるのです。このようにステップバイステップで卵全体を調べることができます。それでも MRI 装置を使えば全ての物体の中身を見られるというわけではないんです。秘密の箱があって、その中身を調べようとして MRI 装置に入れたとしても何も見ることはできません。その理由は、箱がプラスチックなどでできていると水の低エネルギー分子が含まれていないため。水の分子が含まれていないと MRI 装置では見ることができないのです。 MRI 画像をより鮮明にするために亀に造影剤を与えることもできます。磁気特性を持つ要素塩が含まれているため、体液が体全体の血管に広がり、軟部組織によって吸収されるのです。造影剤は体から MRI 装置に送られる磁気信号を増幅するので、コンピューターによって詳細な画像を作成できるのです。でも亀が歯列矯正をしていたり、
お化粧をしていたらスキャンの結果が歪んでしまいますよね。磁性金属製のブリッジがあるとスキャン中に口の中で熱くなるかもしれません。機械が強力な場合、金属部品が振動し始めることもあるんです。でも大丈夫。MRI 装置が小さな金属粒子を驚異的な速度で引きつけるというのは手間話なので。ですが歯が振動すると不快に感じるので、カメはスキャンをやめたいと思うかもしれませんね。そのために常に助けを求められるよう特別なリモコンを渡しておきました。あ、カメには親指がないのでボタンを押すことができないようです。ではボタンを押してあげましょう。ふう、カメの花火になってしまうところでしたね。でもカメは歯の矯正やお化粧をすることはありませんから。話は戻りますが、もし MRI 装置の出力が弱く歯の矯正のブリッジやお化粧と反応しなかったとしても、画像が台無しになってしまうことは確かです。画面上に何もない状態で表示されることになるんです。これは金属の磁場によって水素分子から探知する信号が妨害されるためですので、検査の前には様々な質問の書かれたチェックリストを記入することになります。技師たちは過去の手術によって体内に金属製のインプラントが入っているかどうかチェックしなければならないのです。またイヤリング、ベルト、時計などの金属製のアイテムも全て外さなければなりません。スマホや鍵をポケットから取り出すのを忘れてしまうと、安全に関わるだけでなく検査の正確性に影響を及ぼしてしまうこともあるんです。さらにカメが閉所恐怖症である可能性もありますよね。 MRI 検査を受ける際はチューブの中に入らなければなりません。カメが不安になってスキャン中に動いてしまうと、結果が全て台無しになってしまいます。その場合、低電力の MRI 装置を使用することになります。するとチューブではなく上部と下部がそれぞれ半円になっていて、テーブルの横にスペースが空くことになるんです。これでカメもリラックスできますからね。ここでの唯一の欠点、それは大型のものに比べてコンピューターの画像の精度がかなり劣るということ。 MRI 装置はかなり高価で、その値段はテスラにより測定された磁場の強度によって変わってきます。ちなみにここで言っているのは電気自動車のメーカーではなく測定単位のこと。中古の MRI 装置でさえ最低1500万円しますし、新品の 0.3 テスラの装置の場合1億2000万円することもあります。ということはフェラーリが5台買える値段ということになるんです。最高級の3テスラの装置の場合最大で3億円するものもあります。それに加えて強い磁場から人々を保護するために装置だけを収容するための特別な部屋を作らなければなりません。そうなると合計金額は5億円になってしまいます。でも MRI は X 線とは違い危険ではないのでしょうがないかもしれません。 X 線装置はパワーセル、エミッター、操作するためのスタンドおよびイメージフィクスチャーで構成されています。基本的に X 線装置の仕組みはカメラに似ているんです。ではカメの写真を撮ってみましょう。エミッターチューブが X 線を放出すると光とは異なり、体を通過してイメージフィクスチャーに到達するので、コンピューターによって結果を表示できます。体の部位によって X 線の吸収度も変わってきます。空気は X 線を全く吸収しないので写真の中では暗く写り、軟組織はエネルギーの一部しか吸収しないので明るく写るのです。骨はほとんどの X 線を吸収するので最も明るく写ります。カメの甲羅は骨なので写真には大きな楕円形が写ってしまい、その下にあるものが何も見えません。でもカメの可愛い手足は見えますね。 X 線装置の場合体内を撮影できず外側の写真しか撮れません。そのため通常別の角度から写真を数枚撮りますが、今回は反対側からだけにしておきましょう。 MRI とは異なり X 線は危険なので、写真を撮る部位以外の部分は放射線から守らなければなりません。さらに X 線装置が設置してある部屋には放射線を漏らさないための特別なシールドが必要です。でも X 線装置のコストは MRI 装置の10〜20分の1。さらに X 線装置を使えば MRI で検査できなかった秘密の箱の中身を調べることもできます。空港の従業員は荷物をスキャンするときに X 線装置を使っていますよね。
爪切りなどの鋼鉄のアイテムは X 線を完全に吸収するので、文字通り画面上に光って映るのです。